はい、こんにちは。今回はね、ドリームトミーとかね、持ってますよ。今度は、マリオカートってやつですね。マリオカートの144番ですよ。まあ、マリオカートっていうのはね、いろいろともう、私やったのは、スーファミの時代のマリオカートもやりましたし、一番そのマリオカートでハマったのは、まあ、その次、これと、それ一番初期のやつと、2作目のマリオカートですね。で、それぐらいしかやったことがなくて、まあ、他のマリオカートはやったことは正直ないんですけども、まあ、64のやつはハマりにハマりましたね。うん。で、そういうのがありましたね。今、マリオカートは7まであるのかな。すごいですね。マリオカート7までありますね。で、144番です。ね。まあ、最近のマリオカートはどういう風になってるのか、それ知らないんですけども、まあ結構マリオカートってのは人気がありますね。で、マリオがこうね、整備士のね、スパナを持ってね、こういうのありますけど、マリオもね、いつの間にかこう整備士の資格を取ったんですね。まあそれでね、この M って書いたね、ゴーカートによってね、これは今面白い話なんですけどね、東北だかどこだか、ね、東北だと思ったんだけど、実写版マリオカートみたいなね、そういうのをやってるなんか団体みたいなのがあるんだよね。で、その人たちがみんなそれぞれマリオカートが好きだし、まあマリオの作品全部好きなんでしょうね。で、それで自らそのルイージとかマリオとかワリオとかね、いろいろピーチ姫とかピノキオとかいろんな格好して、で、それでその道路をブーって走るらしいんですよ。まあ基本的にこれゴーカートなんで高速は走りませんね。というか、これの状態で高速走ったら大変なことになりますからね。もう車重も軽いですし、もうトラックなんかブーってこられたらもう足球あれでものすごい距離ですっ飛んでっちゃいますから、高速は乗れないですけど、ただまあこれはなかなかね、そういう団体がユニークな団体っていうか、そういうのがあって、で結構有名なね、人たちなんだけど、まあそういうのが実際にねあるみたいですよ。で、まあこのマリオカートっていうのはなかなかね、早くてさ、これ思い出したのは星があるんですよ。で、星がね、でけえ星が道の中落ちてる時あるんですよ。で、そんで、星が落ちてる、ありえねえだろうみたいな思うんだけど、星が、でけえ星が落ちてて、で、それをブーってその突っ走るんですよね。で、それを拾うとね、ものすごい速くなるのね、あれね。もう、特にそのレインボーなんとかってとこ、いつもそこ走ってたけどね。あれは速えしさ。で、レインボーコースってすっげえ長いんだよね。コースの距離が。ものすごい長いんだよ。64の時、長くて長くてさ。でもその長いコース走っていくのが面白くてさ、で宇宙みたいな、なんか宇宙の中をこうコース上があって走っていくんですよ。で、そんでいろいろこう虹のようにこうカラフルなね、道路があって、そこを突っ走っていくわけで、まあね、ショートカットもしましたしね、もうあれでこれでトラックとバスが走って、その間をこうね、ブーってこうマリオなんかがこうブーって車を走っていくという、あのギリギリの車幅の感覚を走っていく、あの楽しさっていうのがね、あったりして、いつもいつもそのやるとね、もうトラックとね、バスの間ギリギリ走っていったんでね、ある時親戚の時にお世話になった時にね、マリオカートね、必ず高速を選んで、で、ピノキオが速かったんですよ。で、ピノキオが速かったから、いつもピノキオ選んで、で、高速とバスとトラックのギリギリのところをずーっと走ったから、おめえすげえなみたいな感じで言われながら今とか覚えてますけどね、うん、そんなことをやったりなんかしましたけども、まあ結構ね、面白かったですよ。で、そのでかい星取るとね、ものすごく速くなんだよ。もうターボとかね、なんていうの、ね、ニトロエンジン積んでんじゃねえかってぐらいすげえ速くなる。で、その星やつを掴むとね、すげえ速くてね、あっという間にの戦闘車との距離がすごい長くなんですね。あれはなかなか面白いですよ。で、まあかといってなんか亀の甲羅がポコンって出てくる時あってね、
でアイテムがここにあるんですよ。でトゥルルルルルルとかつってね、これ取るんです。そうするとね、亀の甲羅が出てきたら最悪なんだよ。これ亀の甲羅取っちゃうとね、遅くなるのね。うん、もう何しろ亀ですから遅いんです。すごい遅くなってると、あるいはなんかね、雷みたいなのがドカーンってきてね、突然ちっちゃくなっちゃうっていうね、そういうものもあったりします。なかなかその面白かった。今のマリオカートそういうスタイルを取ってるのか分かんないけど、まあなかなか面白いですね。いつとかマリオカートの新しいのをどっかの子供がやってるのを見て、ね、なんか牛がいたようなのを覚えてますが、なんか牧場でね、可愛らしい牛がいて、でその人たちがずっとマリオカートのレースをじっと見てましたね。見てる場合じゃないと思うんだけどね、もう そこから早くどいた方がいいと思うんだけど、もう柵がしてあったから大丈夫だろうと思ってるんだろうね。でそれでじっとその見てるというね、のんきなことを考えてる牛さんが、すっとぼけた牛がいましたけどね。まあそういう中をこうブーってマリオカートとかね、マリオとかね、こう走っていくんですよ。ただこのねピーチ姫ってのがね、これがねすぐ滑るんだよ。あの人すぐバナナなんかあるとすぐ滑ってさ、キャーとか言ってすぐ滑る。まあそんな格好してるからあれなんだよ。基本的にあんな格好してるからそんなすぐ滑りやすいんだよみたいなね。スカート履いて運転しちゃいけませんみたいなね、うん、スカート履いて運転するなっちゅうてんのにスカート履いて運転してんだから、まあ考えられないことするわけですよね。でその他ね、そのね、まあまあ他のキャラクターとしてはドンキーコングなんていうのもね、あれゲスト出演なのかな。で来たりね、うごろうごろとか言いながらね、ブーッと走ってきたりとかね、面白かったですけどね。まあ最初マリオがいて、そのうちルイージが出てきて、今度ワリオっていうね、いかにも我が賢いやつがいるんだけど、まあ、それが出てきたりするんですけど、なかなかマリオの作品はどのものをゲームを見ても昔のレトロなやつからね、最新のやつから面白いですよね。でまあこれはなかなかね、作り込みもなかなかいいですよ。でこのあれね、確かこれなんかシリーズ化っていうのか限定っていうのかね、まあそういうような感じでいろんなやつがいるんですよ。ピーチ姫だとかピノキオとかいろいろいるんですよね。で通常のドリームトミカにはいないんだけど、そういうキャラクターなんかもいて、でドンキーコングも確かいたような感じがし、見たような感じがしたな。でそういういろんなキャラクターがいるから、まさにそのマリオカートをある意味楽しめるというね、そういう風になっております。でそういうものも買ってみるとなかなか面白いんじゃないかなと思いますね。でこういう風に見事にこうね、リアルに作り込まれてるし、マリオがしっかりこの小さいハンドルをね握っていますね。でこういう風になっています。でもこのちっちゃかい車って、ね、ある意味これで200キロぐらい吹っ飛ばすとね、ドーンって飛んでっちゃうからね。風の抵抗にほら軽すぎるから、風の抵抗に耐えらんなくなってビューって飛んでっちゃうんですよ。あんまりスピード出しすぎると。だからこれで140キロ150キロ走り出したらちょっとさすがにおっかねえぞと思いますね。まあそれでもまああえてそういう風なのを楽しむっていうね、そういうところがこのマリオカートの良いところで、面白いところだなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。